水野洋州水野洋州は、日本の詩人、歌人、小説家、心霊現象研究者。本名三鶴太郎、別号長老、東京府生まれ。新詩者に入り、詩文集、荒ぎ、久保田宇つぼ》との郷著歌集、名案で登場。美音、商品集、草と人などで、自然主義文学に、独自の地位を占めた。後、千葉県三里塚で、 反応生活に入った。建設大臣などを務めた、水野清は次男。東京下役中岡ちま町ち生まれ。父は、農商務省の管理。父の転任で1891年から福岡で暮らし、1900年に東京に戻る。福岡県立豊津中学校卒業。中学時代から試作を行っていたが、上京して、 よさの鉄管に支持し、水野長老名義で、新進詩人として知られる。この頃、高村光太郎、久保田宇津保とも知り合い、特に、高村とは、修生の友となった。1901年には、早稲田大学高等余科に進学。しかし、大鳥秋子との仲を疑われ、鉄管から破門される。やはり新詩者を離れた久保田が発行した、雑誌。 山日いにしに参加。1902年には、早稲田大学経済科に進学。在学中に、植村正久から洗礼を受け、キリスト教徒となり、1904年に、大学卒業。卒業後しばらくは、試作を続けるが、やがて、水野洋州名で、商品文と呼ばれる、小説作品を発表。自然主義文学の若手作家として、名声を高めた。 しかしやがて、怪談、怪異談の収集、心霊研究に熱中し始め、心霊文献の翻訳や収集した怪異談を多数発表。1905年には、早稲田大学在学中の佐々木紀然と知り合い、彼が語る等の地方の物語を怪異談として捉えて熱中する。1907年には、文学者のサロン、流土会で、柳田国夫とも出会い、 階段への思考にはさらに白車がかかっていく。当時は、欧米のスピリチュアリズムの影響を受けた、分断上げての階段ブームでもあり、同1907年11月には佐々木を柳田宅に連れて行き引き合わせ、3人は階段話で盛り上がった。1908年3月には、柳田の訪問に5ヶ月先立って、東野の佐々木宅を訪問し、現地での体験、 見文を小説化している。さらに、1922年には、野尻法栄と共に、日本心霊現象研究会を創設。また、野尻と共に、信仰者から、心霊問題総書と銘打って、海外の心霊研究資料を翻訳刊行した。その一方で、ローマ字普及運動にも関わり19、1919年には、ローマ字詩集、砂を刊行。 また、ローマ字広め会の理事、評議員などを歴任した。また、トルストイの思想に共鳴して、1924年、千葉県ンバ郡狛井野に3000坪の二十歳を購入し、妻子と共に、反応生活を送る。また、同地方の自然、民族、方言などの研究も行った。和歌の弟子としては、黒田忠次郎などがいる。1947年に、 63歳で死去。ありがとうございます。